ナンバーアンダーラインアイグッズ販売5分の9開始。オフィシャルグッズ徹底解説購入攻略法、ライブツアー2024の1、ナンバーアンダーラインアイ、転売ヤー対策は、ライブグッズ販売情報、過去の失敗から学ぶ購入方法、ライブツアー2024の1、ナンバーアンダーラインアイライブツアー2024の1の発表は、ガンユータ、平野翔。 雄太の3人の新しいユニット、ナンバーアンダーラインアイにとっても、そして彼らを長年支えてきたファンにとっても大きなニュースでした。このライブツアーは、彼らの新たな音楽活動の第一歩であり、またファンにとっても待ち望んでいた再会の場となるでしょう。ファンはすでに、オフィシャルグッズの発売に心躍らせ、販売開始の日を指折り数えて待っています。 9月5日から11日までの期間限定で事前販売が行われるという情報は、すぐに多くの人々の関心を引きました。実際、ファンたちは SNS 上で販売開始のニュースに大きく反応し、購入のチャンスを逃さないようにと準備を整えています。しかし、これほどの関心が集まる中で、当然のことながらいくつかの懸念も浮かび上がってきます。特に、過去のグッズ販売の際に見られた問題について、 多くのファンが思いいを巡らせています例えば、前回の販売では、秒単位で商品が売り切れてしまい、欲しかったアイテムを手に入れることができなかったという不満の声が多くありました。そのため、今回のグッズ販売に向けて、いくつかの新しい対策や提案が求められています。例えば、一部のファンは、販売開始前にグッズの写真を公開し、購入を決定する時間を与えてほしいと提案しています。 このような要望が出ている背景には、迅速に商品をカートに追加し、購入手続きを完了させる必要があるというプレッシャーがあるためです。過去の経験から、多くのファンが、店バイヤーによる不正購入の問題にも敏感になっています。公式が対策を講じ、より多くの本来のファンが公平に購入できるような仕組みを導入することが求められています。ライブグッズの購入をめぐる問題には、 いくつかかのの視点からら解決策が考えられます例えば商品の購入を一人一品に制限することで転売目的の大量購入を防ぐ方法がありますこのような制限は一部のファンにとっては不便に感じるかもしれませんが結果的にはより多くのファンが公正な機会を得ることができるでしょうまたオンライン販売のシステムを強化しサーバーダウンのリスクを軽減することも必要です 過去の例では、アクセスが集中することでサイトが一時的にダウンし、多くのファンが購入のチャンスを逃したことがありました。このような技術的な問題を解決するためには、サイトのインフラを改善し、アクセスが急増した場合でもシステムが安定して動作するようにする必要があります。さらに、ファンの声に耳を傾けることも重要です。ファンが求めるグッズの種類やデザインに対するフィードバックを反映させることで、 より多くの人々が満足できる商品を提供することが可能になります。例えば、一部のファンは特定のアイテムやデザインに強い要望を持っているかもしれません。そのような意見を取り入れることで、グッズの魅力を高めることができるでしょう。ライブグッズの購入というテーマを通じて、より広い意味での、ファンとアーティストの関係について考えることができます。ファンはアーティストの成功を支える存在であり、 同時にアーティストもファンに対する感謝の気持ちを持っています。特に、ナンバーアンダーラインアイのような新しいユニットにとって、ファンとの絆は極めて重要です。そのため、今回のグッズ販売を通じて、より多くのファンが満足できる体験を提供することが、今後の活動にとっても大きな意味を持つでしょう。ファンがライブグッズを手に入れることができるだけでなく、その過程自体が楽しく、 満足度のの高いもでであるべきですこれは単なる商品販売以上の意味を持ち、ファンとアーティストとのつながりを強化するための一環と言えるでしょう。例えば、限定アイテムやサプライズ特典を設けることで、ファンにとっての購入体験を特別なものにすることが考えられます。これにより、ファンは特別な瞬間を共有する感覚を味わうことができ、アーティストへの支持をさらに強めることができるでしょう。また、 今回のナンバーアンダーラインアイライブツアー2024の1は単なる音楽イベントではなくファンとアーティストが共に成長し新たな価値を創造していくための場でもあります。音楽を通じて伝えるメッセージやライブでのパフォーマンスに込められた思いがファンの心に響きその結果としてさらなる支持が生まれるのです。このようなポジティブなサイクルを生むためにはファンとのコミュニケーションを大切にし 彼らの期待に応える努力が不可欠です。ナンバーアンダーライン愛のメンバーにとっても、ファンとのつながりは大切なものです。彼らはこれまでもファンの声に耳を傾け、それを自身の活動に反映させてきました。今回のライブツアーでも、ファンの期待に応えるべく、新しい試みやサプライズが用意されていることでしょう。ライブそのものが、ファンにとって忘れられない思い出となることは間違いありませんが、それ以上に、 ファンとアーティストが共に作り上げる体験としての価値が高まることが期待されます。このようにライブグッズの販売という一見シンプルなテーマにも多くの要素が絡み合っています。ナンバーアンダーライン愛とファンの関係は単なる物理的なアイテムのやり取りにとどまらず感情的なつながりや共に未来を築いていくという強い意志に支えられています。そのため今回のグッズ販売が成功するためには ただ商品を提供するだけでなく、ファンの期待に応える形で、それぞれの声を反映させた形で行われることが重要です。販売開始までの間、ファンは熱心に準備を進め、希望のアイテムを手に入れるための戦略を練っています。どのグッズを買うべきか、どのようにして迅速に購入手続きを完了させるか、それぞれが自分なりのプランを立てているのです。その一方で、 公式側もファンの期待に応えるべく、在庫の確保や販売システムの改善に取り組んでいることでしょう。今後、どのような形でこれらの問題が解決されていくのか、そしてファンとアーティストの関係がどのように進化していくのかが楽しみです。今回のグッズ販売が単なる一時的なイベントではなく、ファンとの新たなつながりを生むきっかけとなることを願っています。そして、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがファンの期待に依頼、 共ににに歩む未来がさららら素晴らししいいものになるよう、心から応援しています。この n o ン l i n e ILIVE TOUR 2024の1は単に音楽を楽しむ場を提供するだけでなくファンとアーティストがより深く結びつくための重要な瞬間となるでしょうファンは単にチケットを購入し会場に足を運ぶだけでなくその過程全体を楽しむことが求められていますライブグッズの購入においても同様であり ファンたちは自分たちの応援する気持ちを物理的に表現する手段として、そのアイテムを手に入れたいと考えています。こうした活動を通じて、ファンとアーティストの関係は単なる、応援する側と応援される側という枠を超え、互いに影響し合うパートナーシップへと変化していくのです。例えば、アーティストの側から見れば、ファンからのフィードバックや応援のメッセージが彼らの活動の原動力となります。特に、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーである岸優太、平野紫神宮寺優太にとって、ファンとのつながりはこれまでの芸能活動で培ってきた経験の一部であり、その重要性を深く理解しています。彼らはライブパフォーマンスを通じて、ファンに感謝の気持ちを伝えたいと強く願っているのです。ライブツアーの準備期間中、彼らは練習に励み、新しい曲や振り付けを完璧に仕上げることに全力を注いでいます。 その努力は全て、ライブ当日にファンとの、特別な瞬間を共有するためのものです。一方、ファンの視点から見ると、このライブツアーは単なる音楽イベント以上の意味を持っています。ファンたちはアーティストの成長を目の当たりにし、彼らの歩んできた道を共に歩んできたという強い結びつきを感じています。特に、ナンバーアンダーライン愛のような新しいユニットにとって、 これまでのソロ活動や別のグループでの経験がどのように新たな形で表現されるのかを楽しみにしているファンも多いでしょう。彼らの音楽とパフォーマンスがどのように進化しているのか、そしてどのような新しい一面を見せてくれるのか、期待は高まるばかりです。また、今回のライブツアーは、音楽を通じたコミュニケーションだけでなく、ファン同士の交流の場としての役割も果たします。ライブ会場では、 全国各地から集まったファンたちが一同に会し、共通の興味や愛情を共有することができるのです。これは、インターネット上でのコミュニケーションとは異なり、直接的な交流を通じて深い絆を築く貴重な機会です。こうしたコミュニティの形成は、ファン同士の絆を強め、またアーティストへの応援の輪を広げる大きな力となります。